開局52周年を迎えた FM 大阪が、今、一番輝いてるアイドルを迎えたアイドルフェス52大阪ガールズキャッスルを2月19日、大阪城ホールで開催した。このフェスに私立恵比寿中学、ジュースイコールジュース、メイユーウンズ、デジタル声優アイドルグループ、7分の22の4組が出演した。この記事ではジュースイコールジュースのライブレポートをお届けする。フェスの鳥を飾ったジュースイコールジュース、大阪城ホールのみんなー。ジュースイコールジュース行くよーと叫ぶと、観客はありったけの声援を送った。間奏で井上レインのボイスパーカッションが特徴的な、ステージ、上がってみなーに合わせ、観客のボルテージも上がりっぱなし。MC では、リーダー上村あかりが、大阪城ホールは夢に見ていた場所で、今回は皆さんの声も聞けるので嬉しいです、と喜びを語ると、会場は温かい拍手に包まれた。さらに、東京グライダーを大阪バージョンで披露し、大阪ならではのステージを届けた。バル、ライブの定番曲、フィエスタフィエスタのイントロが流れると、観客は待ってましたと言わんばかりに喜びの歓声を上げ、メンバーの振りに合わせてペンライトを掲げ大いに盛り上がった。